学1年生英語。はい、こんにちは。中学1年生英語の授業ですね。はい、まずは否定文に変えてその意味を一つずつ書きましょうというこの問題をやっていきましょう。はい、過去1番 You are an English teacher。 使われてるのは B 動詞ですね。もういい加減覚えましたか？否定文の作り方最初におさらいしておきましょうか。 B 動詞を使った文の場合は否定文っていうのは B 動詞の直後に not を置くんでしたね。だからの答えはこうなります。 You are not an English teacher。 B 動詞の場合は直後に not を置きましょうと。はい、でこれを問題っていうのはここで終わりじゃないよね。もう一個あります。意味を全部一個ずつ書かないといけないんです。必ずきれいに書いてください。はい、あなたは何々ではない、一人の英語の先生ではありません。 Are not に関してはもうこれはまとめてで構いません。何々ではないですね。はい、じゃあ今度括弧2番、今度は You know this story。 Know っていうのは知っているという一般動詞でしたよね。さっきは B 動詞でしたが、こっちは一般動詞ですと。一般動詞の疑問文、否定文の作り方覚えてますか？今回否定文作んないといけない。一般動詞を使った否定文は、はい、こんな感じですね。一般動詞の直前にドンと置く。一般動詞の直前にドンと置く。これが否定文の作り方。一個ずつの意味はこちら。はい、こんな感じですね。あなたは何々しません。知りません。このおもちゃを知りません。はい、じゃあ、カッコ3番。I am a good tennis player。B 動詞。つうことは、否定文は B 動詞の直後に、not to walk。はい、もう意味まで書きました。私は何々ではない、一人の上手なテニス選手ではない。good、良いって訳すこともありますが、まあここは良い選手っていうのはどんな選手か、上手な選手ですよね。だから上手なというふうに訳しました。 B 動詞の直後に not を置いて I am not a good tennis player。 はい、ではカッコ4番、 I have a book in my bag。 have、 持っているも一般動詞ですね。だからもういいよね。否定文は don't を前に置きましょう。一個ずつの意味は、はい、こんな感じ。I、 私は何々しない。have 持っていない。a、 一冊の book、 本を in、 何々の中に。 my、 私の bag、 カバンの中に。私はカバンの中に一冊の本を持っていません。過去語 You are tired。 are も同じく B 動詞だから否定文は are の後に not をつけるだけ。 You are not tired。意味はこんな感じ。 You、 あなたは are not、 何々ではない、 tired、 疲れていないですね。 tired が疲れるなので。はい、ではカッコ6番、 I practice baseball every day。 practice、 practice、 意味覚えてますか？練習するっていう意味の practice は一般動詞ですね。だから否定文、はい、 don't を前に置きましょう。はい、こんな感じですね。I、 私はドンと何々しない。practice、 練習しない。baseball、 野球を every day、 毎日。というわけで否定文作ろうのコーナーは以上。はい、今度は右側疑問文を作って yes で答えましょう。そしてその1個ずつの意味も書きましょうという話ですね。はい、まずは括弧1番、 You are hungry。 B 動詞の疑問文ですね。 B 動詞の疑問文はB 動詞を文の先頭に出す、それだけです。だから Are you hungry? Yes で答える。はい、 Yes I am。 コンマを忘れないように、最後のピリオドも忘れないようにしてください。 Are you で聞かれたら Yes I am。 はい、一個ずつの意味。はい、何々ですか？あなたはお腹が空いていますか？ Yes I am、 もうこっちの部分はもう訳は書かなくてよいです。過去に You play the piano after school。 play the piano、 play the 楽器で楽器を演奏するですね。演奏する play はもちろん一般動詞。一般動詞の疑問文は do を文の先頭につける、それだけです。 do、 はい、他は一切当たらない。 do you play the piano after school? yes で答えると yes I do、コンマ、ピリオド忘れずに。 Yes, コンマ、I do。
はい、というわけで Do 何々しますか You あなたは Play 演奏しますか Play the 楽器の the は訳しませんね。だから×って書いておいてください。ピアノ、ピアノを。そして After School、 ここで覚えておいてください。 After は何々の後、 School は学校ですね。だから学校の後、つまり放課後っていうことですね。あなたは放課後ピアノを演奏しますか Yes I do。 はい、そうです。かっこさん、 You are from Australia。B 動詞 are が使われているというわけで are を先頭に出しましょう。はい、 Are you from Australia? Yes, I am。 一個ずつの意味は、はい、というわけで are 何々ですか you, あなたは from 覚えてますか何々出身ですか Australia、 オーストラリア出身ですか。はい、では括弧4番いきましょう。 You like soccer。 Like 好き好むは一般動詞というわけで文の先頭に do をつけるだけです。 Do you like soccer? Yes, I do。 意味は何々しますか、あなたは好きですか、サッカーが好きですか。 Yes, I do。 はい、好きです。過去語、 This is a nice picture。 Is、 be 動詞ということは前に出す。そして答え方、 Is this ものが主語の時にはこっち側は全部 it になるんでしたよね。 this やろうと that やろうと it やろうと全部こっち yes no で答える時には it に変わります。 yes it is。 意味は、はい、 is 何々ですか、 this これは一つのナイス素敵な。 picture は実は2つ意味ありましたね。写真と絵両方の意味がありました。まあどっちでもいいです。好きな方を書いてください。一つの素敵な写真ですかでもいいし、一つの素敵な絵ですかでも構いません。 Yes, it is。 はい、そうです。ラスト、過去6、 You use this pen。 Use、 覚えてますか、使うという意味の一般動詞ですね。一般動詞なので、はい、 Do you use this pen? Yes, I do。 これで完成。 Do を先頭につけるだけね。はい、 Do 何々しますか、 You あなたは use 使いますか、 This pen、 このペンを。This はこれとこの2つの意味がありましたね。 This の後ろに何か物とか人の名前がつくくるときにはこので訳すんでしたよね。このペンをあなたは使いますか、 Yes I do。 はい、使います。というわけでもう一回だけチェックしてください。全部ピリオドついてますか、疑問文のときはクエスチョンついてますか、そして答えるときコンマピリオドコンマピリオド全部ついてますか、ここを1回確認しておいてください。はい、では2枚目に行きましょう。今度は日本語から英語にしましょうという問題ですね。私はその本を好みますなんですが、ここで一回押さえておきましょう。覚えてますかね、英語を書くときの言葉の並べ方、まず一番最初に書くのは主語、何々はとか何々ががつく部分ですね。まあこの私はこのその本を好みますって言ったらここですね、私はの部分です。そして2番目書くものは動詞ですね。何をするのか、何ですとかしますとか、こういったものが動詞です。今回で言うと好みますの部分が動詞ですね。で3番目に書くのは何々をの部分ですね。何々を、何々に、これ目的語っていう風に言いますが、何々をとか何々にがつく部分を書きましょう。今回で言うと残ったこれ、その本をですね。でまあこの1番の部分はこれで終わりですが、場所をその次に書いて時間を最後に書く。場所とか時間がある場合は1、主語、2、動詞、3、目的語、4、場所、5、時間、この順番で書きましょう。はい、今言った順番で書いていきますよ。まずは私は、はい、そして2番目動詞、好みます、like、 最後に3番目目的語、その本をの部分、そのは the、 本は book。はい、必ず1個ずつの意味も全員書いてください。テストの時も同様に1個ずつの意味を書きましょう。必ずです。はい、過去に、私は放課後に野球を練習します。まず1番主語、私は、2番目動詞、練習します。はい、覚えましたよね、プラクティス、練習します。はい、次3番目何々をの部分、今回は野球をなのでベースボール、野球を。で、残った放課後に、まあこれは時間ですね。場所がないからもうこの後に書けばよいです。放課後、覚えてます？さっきやったばっかり。
放課後っていうのは学校の後っていうことですね。 After School 1個ずつの意味も絶対借りて、はい、そして3番目、これはもうみんなのプリントには最初から書いてくれてますが、はい、それは日本の音楽のようです。1個ずつの意味だけをオレンジで書いていってください。まず It、 それは Is 何々です。そして Like が来てますね。おかしくないかと思いません？なぜなら一般動詞と B 動詞っていうのは一緒に使っちゃダメだというふうに教えてますよね。なんで B 動詞 Is の後に一般動詞 Like があるのと思うかもしれません。はい、動詞じゃないんです、この like。 実は like には何々を好む、何々が好きだという意味とはもう一つ別で、この like 実は前置詞 in とか of とか for とかと一緒で、前置詞何々のようという意味が like にはあります。何々のよう、ようなとかようにって訳すこともありますがね。はい、だからそれは何々です、何々のようです。ジャパニーズは日本のミュージック、音楽で、前置詞 like って言いましたよね。前置詞 in とか of と一緒でもう一回訳さないといけない。だから日本の音楽のようです。はい、カッコ4番、あなたは手の中に何を持っていますかなんですが、ここ要チェックですね。何を持っていますか、疑問文ですし、その上に何、この間やりましたよね、疑問詞 what、 これは文の先頭に置くんですよね。だから what から書き始めないといけない。疑問詞を書いたらその後は疑問文の並び。今回持っていますかなので、使う動詞は have、 一般動詞ですよね。だから疑問文の並び作りたければ do を書いて主語動詞ですね。今回主語はあなただから you、 持っていますか、動詞は今言ったように have、 手の中に in your hand、 一個ずつの意味を書いて整理しましょう。はい、というわけでこんな感じ。 what、 何を、 do、 しますか、 you、 あなたは、 have、 持っていますか、何々の中に、 You はあなたの、 Have、 手の中に、この前置詞はもう一回訳しましょうねというわけです。最後クエスチョンまで忘れずに書いてください。はい、カッコ5、そのトイレはどこにありますか。今度は場所を尋ねる疑問詞、どこ、覚えてますよね、つい最近やったばっかり、 Where です。はい、そしたら今度疑問文を作っていくんですが、ありますかという疑問文ですね。あります、いますは使う動詞なんでしたっけ。そうなんです、 B 動詞なんです。だから B 動詞の疑問文、 B 動詞を前に出しましょう。そして主語、そのトイレ、 The、 この間出ましたね、トイレは Restroom だから Where is the restroom。 はい、 Where、 どこに、 Is、 ありますか、 The、 その Restroom、 トイレは。はい、というわけで最後6番、何の音楽をあなたは好みますか。さっき何を終わりましたが、今回は何の音楽、 what の使い方、その後に物を置くとどんなもの、何のものになるんでしたよね。だから今回 what の後に音楽、 music を置けば何の音楽、これで完成です。じゃあ続き、今回は好みますか、 like、一般動詞を使うわけなので do を前に出す、そしてあなたはが主語、 like、 you like、 これで完成。最後は必ずクエスチョン、ここまで忘れずに。こんな感じですね。 what、 何の、 music、 音楽、 or、 do、 何々しますか、 you、 あなたは、 like、 好みますか。というわけで必ず一番最初に言った文を書くときの順序、丸1、主語、丸2、動詞、丸3、目的語、そして丸4、場所、丸5、時間、この順番を絶対に忘れないようにお願いします。はい、では今度疑問文にして NO で答えなさいという問題です。さっきとは違って NO で答えますよ。で、意味も1個ずつ書きなさい。はい、各1、 You know the book、 NO、 一般動詞ですね。だから Do を先頭につける。はい、Do you know the book? No, I don't ですね。一個ずつの意味は、はい、Do しますか、 You、 あなたは、 No、 知っていますか、 The、 その book、 本を、 No で答えるときは No, I don't ですね。 Don't にするの忘れないようにしてください。過去に You are an English teacher、 You are、 B 動詞ですね。
文の先頭に出しましょう。 Are you an English teacher? No で答えるので No, I am not。 一個ずつの意味は、はい、何々ですか ?You、あなたは an 一人の English 英語の teacher 先生ですか ?No, I am not。 いいえ、私は違います。カコさん、You play the piano。 Play the 楽器、一般動詞ですね。だから、Do を先頭につけましょう。 Do you play the piano? No, I don't。 はい、何々しますか？あなたは演奏しますか？さっきも言いましたが、Play the 楽器の時、The は訳さないから、バツと書いておいてください。ピアノ、ピアノを演奏しますか？ Do you で聞かれてるから答え方、No, I don't。過去4、You are tired。 もう簡単、楽勝。 Are を先頭に出す、なぜなら B 動詞だから。 Are you tired? No で答えるから No, I am not。 一個ずつの意味、 Are 何々ですか？ You、 あなたは tired、 疲れていますか？ No, I am not。 いいえ、疲れてません。過去語、That cat is under the stairs。 ちょっと長めですが関係ないですね。 B 動詞 is だから前に出すだけ。 That cat under the stairs。 That cat、 あの猫っていうのが主語ですね。動物野郎と物扱いだから、 No, it isn't。 Is not でももちろん構いません。物扱いだからこっちは it に変わります。一個ずつの意味はこんな感じですね。is、 今回はいます、ありますの is です。いますか、あの猫は under 何々の下にでしたね。 the、 その stairs、 読み方わかんない人は読み方また書いといてくださいね。 stairs、 これ階段でしたよね。だからその階段の下にあの猫はいますか？ No, it isn't。 いいえ、それはいません。ラストですか、これ。 You have a book。 have、 一般動詞ですから do を先頭につけるだけ。Do you have a book? Do you で聞かれたらもう決まった形。No, I don't。 はい、というわけで Do 何々しますか、 You、 あなたは have 持っていますか、 A 一冊の book 本を。 No, I don't。 いいえ、持ってません。で、これで今日進む分は以上です。ですが、宿題の説明だけちょっとしますね。今回の宿題、本日進んだプリント2枚をそれぞれ2周丸付けやり直し、必ず丁寧にしてくださいね。で、ここ5月27日の授業で前回やった疑問詞 Where の使い方のプリントをテストしますと。2問ミスまで合格なんで勉強してきてくださいとありますが、これとプラスで今日進んだ2枚、この2枚もどちらかをランダムでテストしようと思ってます。どっちかをテストするつもりですが、どっちかって分かんないですよね、実際本番になるまで。だからどっちもテストするもんだと思って勉強をしてきておいてください。で、その時には必ず1個ずつの意味書けって言われてる部分はそこも込みで必ずテストでは書いてもらうので、練習の時からこの宿題の2週の段階から1個ずつの意味を書きなさいっていう問題は全部書いて覚えていってください。というわけで今日の授業は以上です。さよなら。